使って全世界に向けて発信、格闘技の力。ということで、ね、はい、毎回毎回、ね、ゲストさんもね、もうとっても濃いキャラの方がたくさん来てくれてるので毎回楽しみです。はい、この番組は三軒茶屋から徒歩3分のファイティング居酒屋北東北から TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送番組です。ですね、こちらは参加型公開番組なので皆さんチャットでもぜひ参加してください。はい、あ、早速いただいてます。ヤマさんからこんばんはって。ヤマちゃんこんばんは。こんばんは。皆さんもね、はい、ぜひぜひこうチャットで書き込んでください。はい、はい、質問など書き込んで参加してください。ということで始まりました、格闘技の力、番組 MC の森本さやかです。よろしくお願いいたします。というわけなんか、はい、ネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。こんばんは、あなたのハートをペロリンチョマップクミキティです。リング穴からプロレスラーへの転身を目指して頑張ってます。よろしくお願いします。そして女子格闘家のななちゃんちんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということですね、この番組は毎回ゲストをお呼びしてそのゲストの人柄、そして魅力をお伝えしていこうと思います。そして格闘技に興味のない方も詳しい方もみんなに楽しんでいただけるような番組にしていきたいと思っております。はい、そしてですね、ゲストをご紹介する前にですね、こちらファイティング居酒屋北東北の店長の高橋さんをお呼びしたいと思います。店長なんか手作りのはいつの間にどうしたんですか。今気づいたら本当かな。店長お元気ですか。高橋さん、どうにか、はい、一つお聞きしたいんですけど、はい、店長の今週のなんかマイブームとかありますか。マイブーム、マイブーム。今日はサンマを食べる。あ、サンマ。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 サンマブーム。え、ここでもサンマ食べれるんですか。そうですよ。今日来たんですよ。お、生サンマ。本当だ。一本300円。安い。めっちゃ安いですよ。めっちゃ安いんですか。あれ、どんな食べ方でも大丈夫なんですか。刺身でも焼きでも。焼き、揚げ、フライ。それ揚げフライです。サンマフライ美味しそう。美味しそう。食べたい。刺身は今日までですね。あ、そうですよね。新鮮なうちに。はい、なるほど、秋の味覚、ね、300円ということで、今日来ていただいて、じゃあね、はい、いろいろ食べたい方は。そうですよね、こちらの店何時までやってる。1時まで。1時までやってるので、結構そこまでやってられますね。あとね、先ほどちょっとお聞きしたんですけども、はい、こちらになんと10回通われると何かプレゼントがあるっていう話を。そうです、説明上手な満腹師匠にちょっと。いいですか。ファイティング居酒屋北東北、こちらにですね、スタンプカードというのがございまして。あ、そうなんだ。はい、これは1回のご来店で1回サンドバッグを叩いてくださった方につき1個のポイントスタンプがたまります。そこでですね、はい、なんと10回来てくださった方にマイグローブプレゼントです。お得ー、お得ー、お得なんですね。え、これ大丈夫ですか。赤字になりません。大丈夫。オーナーがいいって言ってる。おー、すごい。皆さんぜひ10回来てみてください。すごいですね。来るたびにこのサンドバッグポンポン。グローブキープのような形で飾って。いいですね、いいですね。嬉しい。それもらって持って帰ることもできるの。できれば置いていく。置いてくんだ。そういうことです。なるほど。じゃあ皆さんもぜひね、スタンプカードと一緒に通ってくださいということですね。そしてこちらは忘年会の予約。はい、よろしくお願いします。ね、これから忘年会シーズンですからね。猛烈に受付中って感じですね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、忘年会シーズンですけども、この時期まだ早いか、来月あたりからですね。そうですね。そうですね。いや、でももう今月末からいいんちゃいます。あ、11月ですもんね。どうですか、忘年会とか皆さん。僕は今日
会社 あの飲み会があったんですけど、今日、その前に、はい、それを蹴ってきましたよ、だからですよね、はい、そうですよね、はい、酒も飲まずに飲まずに、ちょっと顔出して、はい、素晴らしいじゃないですか、今、はい、飲み会の場で皆さんで見てるかもしれない、うん、あ、そうだ、あ、そうのもいいですね、見てないですけどね、うん、見てない、はい、見てな、ね、みんな盛り上がってますから、でも本当この番組は iPhone とかね、そういったところからも簡単に見ることができるので、はい、パソコンのない方もね、そうなんですよね、ということでお待たせしました、ゲストの方今回もね呼んでいきたいと思います、お待たせしました、はい、本日のゲストは姫三好さんです、イエーイ、お願いします、イエーイ、三好、お願いします、あ、すいません、お邪魔します、ね、今回もあのこのお店にですね、あの姫三好さんの生徒さんですか、ファンの方、ね、ファンです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 、ヒレズキックですよね。そうです。すごい、なんか、あの著名人の方もね、有名人の方とかも、ね、そうみたいですね。ね、はい、通われてるっていうお話も聞いたんですけども。まあ、今は来てないですけどね。あ、え、来てない。ご近所に住まわれてて、そこで、はい、知り合って、はい、それでじゃあ行きますわって言われて、来ていただいて。たまたま近所で。近所で、はい、で居酒屋で、小料理屋で食って、てたらお会いして、いきなりこう話、あ、このポスターの人や言われて、あ、すごい、あ、キシーさんが、あ、で、僕逆、あんたの方が有名でしょうぐらい、なるほど、それは誰なんですかね、誰なんでしょう、気になってしょうがないですけど、気になります、あの笑福亭鶴瓶さん、あ、すごい、鶴瓶さん、そうなんですか、ジムのねホームページにも写真出てますね、鶴瓶さんのね、はい、鶴瓶さんがジムに来て何やってるんですか、キックボクシングでいらっしゃったんですけど、うん、なんかスポンサーかなんかの関係かわかんないですけど、はい、短パンよくね測られてるじゃないですか、あ、はい、はい、まあ、常に傷を負っちゃいけないということでボクシングを中心で、その前からずっとねされてたみたいで、なんか格闘技のイメージすごいありますよね、結構やられてるみたいで、あ、そうなんですか、知らなかった、私も知らないです、6年ぐらいはボクシングだけでやって、あ、そうなんですか、意外、じゃあもう全然基本みたいなのも全然、まあ、もうされ、ね、しっかりされてます、そうなんですか、どちらに、西新宿、都庁の裏あたりですね、うん、そうですね、5分ほどの、あの僕1回行ったことあるんですけど、はい、すごい分かりやすい場所にあるんです、あれ、はい、何通りっていうんですか、12層通り、はい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 、漢字で12って書いて、うん、あの社、社会の社ですね、はい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 、で通りって書きます、はい、もう本当大通りにすごい面してるんで、ね、うん、すぐですね、1回ですか、2階ですよね、はい、2階なんですよ、でもあの看板出てます、はい、あ、分かりやすい、僕が行った時はあの看板が倒れてたんでちょっと分かんなくて電話してたんですけど、はい、そうなんですよ、風強い時だったよ、そうなんです、ね、風が強い時だったんです、はい、そうなんですね、分かりやすいんでございます、そちらやっぱ お子様からあのそうですね、老若にゃんにょといいますか、老若なんでね、最高齢は70歳、何を動けるんですか、動ける失礼ですから、何いい動きしはるんですか、あ、そう頑張ってらっしゃいますよ、鶴瓶、はい、さんだとおいくつ、まあ、60歳を越したですよね、はい、そうですね、そっか、すごいですね、下は、親御さんと一緒だったらっていうのでもう本当、もう立てる、立てるから、からめっちゃエレベーター教育ですよ、ちっちゃいところから、やってます、やってます、はい、女の子から、あ、もちろんもちろん、はい、どうですか娘さん、まあ、いいじゃないですか、で、ね、まあ、ちょっとリアルな話、うちから遠いんで難しいですけど、そうですね、娘さんに格闘技やらせること自体は、あ、僕はもう全然 OK ですけど、あ、どちらかというとうちの神さんがあんまりやらしたくない、そうですね、そうだからどうこう隙間を縫ってね洗脳しようかっていうのを、ね、やらせたいですね、なるほど、一緒にやりたいですね、やっぱりね、あ、あ、ちょっといただいてます、ーら12345678903、家賃お高いんでしょ、米さん来るんだ、家賃お高いんでしょ、どうですか、いや、僕にとってものすごく高いです、あ、でも新宿の、そんな山さん帽子が素敵ですねって、あ、ありがとうございます、おしゃれですよね、おしゃれなんです、だってシャケ振った時、あ、
今ね、今つけてはらないけど、お店入ってきはった時ここにサングラスしてはりましたもん。そうそうそう、ヒロさんみたいな感じで、そうなんですよ、靴もまたおしゃれでね。そんなことない。いやいや、おしゃれおしゃれおしゃれですね。絶対にいいもん着たんですよね。おしゃれです。でも新宿新宿ということで、伊勢丹なんか行ったりするんですか。なんで伊勢丹、なんで伊勢丹、メンズ伊勢丹。あ、でもあの辺住む人、伊勢丹好きな人多くないですか。僕は坂前派です。坂前派大きい大きい大きい男は。メンズみたいな、違いますよね。いや、伊勢丹、メンズ感はよく、あら、おしゃれな人は行くんですね。おしゃれではないですけど。なるほど、ありがとうございます。なんかね、先ほどもご本人もおっしゃってたのが、すごい喋るの僕苦手なんでっておっしゃってましたけど、全然そんなことない。全然そうですね。全然そんなことないです。ものすごい脇汗かいてます。いやいやいや、全然もうこの辺見えないんで、はい、ということで、はい、まずは格闘技との出会いということで、現在に至るまでのエピソードなんかを聞いていきたいと思います。三好さん、ご自身でも格闘技をやられてる、はい、そうですね、今、グラップリングと、はい、柔術中心にやってまして、はい、あとは、まあ、キックは、まあ、遊び程度で。遊び程度。いや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 。いやいや、だって元ね、プロのキックのリングに上がってましたから、はい、三好さんは。キックのリングにも、はいはいはい、勢いで上がりました。でもあれだ、もともとはレスリングをされてたんですよね。いくつからですか、やってはったの。いや、もう生い立ちから言うと、もう小学校から相撲始めてました。相撲で。そうなんですか。じゃあちっちゃい頃はあの太って、いや全然もうひょろひょろでやってて、何きっかけでその相撲を始めようになったんですか。ワンパク相撲みたいな。そうですね、ワンパク相撲で、あのうちの兄貴がちょっと強くて、でその影響で始めて、でそこから、まあ、あの中学までやってましたね。相撲は。へー、中学に入ってから何部というか。柔道部入って、それ結局掛け持ちで。すごい。でも物心ついた時からそういう格闘技に触れてた。特組合とかプロレスですね。プロレスが好きで、やっぱ兄貴とプロレスごっこから始まって、まあ、相撲やったりとか。そのきっかけっていうのはやっぱお兄さんが強かったから。強かったですね。プロにも行けるぐらいの。そうなんだ。ちなみに今お兄さんは。普通に看護師やってます。あ、看護師。全然また駆け上がれたお仕事に、まあ、指導者とかたまにやってるみたいですけどね。そうなんですね、はい。スープーラ1234567890さんが相撲のイメージないなって、はい、ないですよね。ないですね。ないですね。ないですね。シュッとしてはりますもんね。でも多分あの相撲のその崩しとか、はい、そういうのがまたレスリングとか柔道に生きたかなとは思います。そっかそっか。武装とかそういうのを好きなんで、はいはい、やってますね。相撲の稽古ってドーンってぶつかる瞬間って、なんかぶつかり稽古みたいな。そうですね。本当、あ、だって頭から本当に当たるらしい。当たります。ぶつかり稽古です。そうそう、だからガチンって本当に音するらしいです。脳震盪で倒れる人いますもんね。まあ僕そうでしたけど。53、4キロぐらいの時、100キロのやつやって、飛んできましたね。首とかおかしくなんないですか。でもやっぱ強かったですよね、首は昔から。そうなんだ、はい、すごい。じゃあ相撲でもね、いろいろとトレーニング重ねて。そうですね。それで高校からレスリングですか。そうですね、高校からレスリング始めて、中学で柔道をやってた。柔道には行かなかったんですね。で、まあ、いろいろなんか高校からスカウトが一応ありましたけど、すごかったんですね。それはもうすごいですよ。でスカウトがあって、それで、まあ、柔道、相撲、レスリング、どれに行くっていうことになって。すごい、あるって素晴らしい。すごくないですか。まあ、相撲はまず、ね、あのこの体なんで多分ないなと思ってて、まあ、柔道とレスリングどっちに行くっていうので、遠い共学のところか、はい、近いレスリングの、あの工業高校かって迷って、はい、まあ、近さに負けて、近さに負けて、はい、負けてでレスリングレスリングに行ったって感じですね。行かれたですね。すごい。そうですね、はい、相撲柔道レスリングもう最強コンビみたいな。そうだね、組技だったらもう誰にも、その柔道とかちょっと相撲は分からないんですけど、はいはい、高校の時のレスリングでこう具体的にどういう成績を残されてきたんですかね。もう僕やっぱ柔道やってたんで投げ技が得意だったんで、はい、足を
触っちゃいけない、足を使っちゃいけないグレコの方が得意でして、それでベスト8全国で、あ、ですかね。すごい。いやでも全然すごくないですけども。いやいや全然すごいですよ。めっちゃすごいですよ。グレコって分かりますか、森本さん。え、もう一度お願いします。グレコって分かりますか。グレコローマの。普通にはボカッタ風な顔してうなずいてらっしゃいましたけど。グルコサミンではない。違いますね。体にいい。そっちだ。こっちだ。あのレスリングでも下半身に触っちゃダメっていうルールの足をかけたりとか、はい、あの今私もそんな分かんないです、そんな詳しくないです、うん、今ちょっと分かんないです、そういうのと触っていいのがフリースタイルっていう、だグレコローマンのレスリングってもう力がすごいですよね、上半身の力が、上半身のみでの戦いとテクニックよりも力重視になる、いやあの力がある人がテクニックがあるっていう感じですね、足を使わないってこうすごいもどかしい気がするね、うん、ねえ、ね、だってこかすのとか大変じゃないですか、いやだからそれは面白いんですよ、うわー、それは面白いです、なかなか伝わらないですけど面白いです、すごいな、すごい、今でもそういうスタイルってもちろんあるんですよね、もちろんもちろんありますよね、男子だけですけどね、あ、男子だけなんです、女子はフリーだけみたいですけども今のところは、そうなんですね、はい、吉田沙保里選手とかもうフリー、みんなフリーで、はい、女子はフリーです、やっぱオリンピックでそういう試合も必ず欠かさず、いやー今回見れなかったですね、あ、そうか、ちょうどでもあれですね、ジムがその移転する時と被ってたんで、忙しかったんですよね、そうそうそう、あ、お引っ越しをされて、引っ越したんで、はい、そうか、なんか最近のブログで鏡が来たよとか、そうです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 、そうです、はい、どんどん結構最近に、本当ですよ、9月に移転したばっかなんで、なるほど、じゃあもう着々と準備も揃いつつ、そうですね、だいぶ揃ってきて、あと金網を張るぐらいな感じで、うん、じゃあもうすぐですよね、もうすぐで、でもジムの方は普通にもう、はい、ね、営業はしてます、してるんですもんね、で、はい、移転先がその西新宿ですね、まあ、西新宿の前の道場の向かいに物件があったんで、そこに、あ、はい、西新宿から5丁目から6丁目に、あ、はい、行きました、あ、じゃあ近くから近くから、うん、なるほどね、はい、レスリングで輝かしい記録を残してた三好さんが、どういうきっかけでその指導者への道を志そうと思ったんですかね、あ、それはですね、ちょっと肩を怪我してしまいまして、あの脱臼で、それで高校2年生の時ですかね、に怪我しちゃって、それで試合出てはやっぱ1回戦でもう3秒で、ね、脱臼したりとか、で脱臼って本当1回やったらめっちゃ癖になるって言いますよね、癖になりますね、やっぱね、すぐ外れる、はい、また同じ体勢の時にやっぱなるんで、それでこれじゃあ大学も行きたかったんですけども、あのちょっと難しいと選手としては、そしたらじゃあ自分で勉強して、あのトレーナー、怪我しない選手とか、まあ、その競技を伝えていきたいなと思って、そっちの方に、まあ、路線変更してしましたね、で、あれですよね、高校卒業してすぐ指導者になったわけじゃないですよね、はい、そう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 、その後はどういう道を、その後はあのトレーナーの専門学校行って、その後にまた栄養士の専門学校行って、そう、はい、栄養士の資格を持ってるっていう、はい、ちょっとびっくり、ね、意外だったらどうな、まあ、意外だと、すごく意外な感じが、でも完璧じゃないですか、その体のメンテナンスも栄養面も選手を支えれるっていう、まあ、そういう風に、ね、やっぱトレーナーとして行きたいなという感じで、へえ、はい、すごいですよね、いやそれで勉強されていながらなおかつね、プロのキックのライセンスを取得されたんですか？ライセンスというより、はい、あの時はあの新しく団体を立ち上げるっていう今時の、その時のスタッフだったんですよね、でスタッフやりながら、まああのまあ、手伝いやってたんですけど、一人怪我が、欠員が出て、デビュー戦の相手が、でそれで、まあ、打ち合わせの後の飲み会の時にその代表の方が酔った勢いで、お前出ろって言われて、酔った勢いですか、でこっちも、ね、あの上から言われて酔った勢いで押す、かっこいい、かっこいい、半年キックを始めて、はい、半年ぐらいですね、半年ですか、半年ぐらいでデビュー戦っていう、半年 でデビュー戦の結果はどうだったんですか、うん、あのボッコボコに鼻を折って、目も 両目を折って、すねも両目、はい、陥没して、え、眼下底骨折、眼下、手は下なんですけど、その壁っていう横を骨折して、中の方ですね、中の方を折って KO 勝ちしました、え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 、お、ちょっと待って、
自分がおったんですけども KO 勝ちできて、すごい今の話聞いてたらどう見ても負けたな。どういう試合展開だったんですかね。とにかくボコボコに殴られて、自分のパンチ蹴りは当たんないから、もう相打ちしかねえと思って、はい、相打ち狙いで行ったら相手が倒れてくれて、すごい、くれてってすごい感謝します。すごいね、めっちゃ痛かったですもん。それ以上に相手が来ましたとか。いや、相手は僕の方がものすごい怪我しましたね。もう血だらけでしょ。だって鼻も折れるし、両目は折れるし、どう。そっからそのね、普通に練習できるようになるまでどんぐらいかかりました。あ、でも打撃パンチするぐらいだったらね、きっと。え、でもスネ、まあ、松の杖でしょ。あ、スネは痛かったですね。あ、私も足首折ったんですこの前。松の杖でした。いや、松の杖マジで大変ですよね。どんな喧嘩したんですか、彼氏と。マジで練習中の怪我です。彼氏と練習中ですよ。練習中に怪我しました。そうなんですね。なんでだって弁慶を打つと痛いとか言うぐらい、弁慶もな、弁慶の泣きとこ、弁慶を泣くぐらいのとこを折るんですよ。折る、まあ、っていうか潰れたんですよ。相手のすねの幅だけちょっと潰れて、うわ、ちょっと待って待って。そんな経験をしてるのに2戦やったんですよね、プロリングで。2戦目はどうだったんですか。2戦目はまあ、判定勝ちだったんですけど、相手が今度は逆に頑丈で、頑丈で、で終わった後なんか泣いてたって言ってました、ね、あまりの痛さに言ってた。それで隣って相当蹴りましたからね。でも頑丈でした。強いっすよ、めちゃくちゃ。いや、めちゃくちゃ強いらしい。僕もだから、結構三好さんってその、はい、ご自身のプロフィールは結構ベールに包まれてて、いろんなホームページもあんまり経歴載ってないんですけど、ミステリオス三好。でも三好さんとそのつながりのあるプロの選手とかに聞くと、もうあの人めちゃくちゃ強いからって、誰に聞いてもめちゃくちゃ強いっていう。本物ってそうなんでしょうね。いや、そうなんでしょう。あー、そう、俺らすごいぞとか言わないですよ。本物ってすごいから。本物勘弁してください。勘弁してください、もう。いやじゃあそのなんか試合の映像とか出てこないですか、YouTube？ 隠してます。ビュー少なすぎでしょ。それこそさっき言ったデビュー戦の気になる。いやそんな、ね、鶴瓶さんの写真じゃなくて、入団の動画流しますよ。あの時、今髪ないんですけど、髪あるんで。どのくらい、どんな髪型だったんですか。結構長かったし。一緒に私と一緒に同じ髪型。かわいいね。こっちの髪パーマ。パーマかけてパーマ。パーマなんで、もパーマかけてお腹降りないように、試合で降りないように。立ててっていう感じですね。アフロっぽい。見たかったな。アフロっぽい感じで。いやいや、もうあれを封印しました。はい。あ、山さんから壮絶なデビュー戦ですね。ノリで、ネオリでデビューってはすごい。いや、痛かったっす。痛かった。痛くないからって言われて、はい、デビュー戦安受けしたんですけど、え、痛くないからって言われてんですか。緊張するから痛くないって言われたんですけど、だからその時はね、もういきなり嘘つきとか思いながらすごい、でもそうやって思える余裕がすごいですね。だから人から確認しながら試合してました出てる出てるんで、それだけキックのプロのリングでいい結果を出しながらも、それでもやっぱりその指導者の志っていうのはやっぱり薄れなかったんですね、全然。まあそうですね、指導者もやりながらやっていきたいなと思ってて、まあ結局打撃やっても肩外れちゃってたんで、まあそっちがもう、で指導者やって、でキックのプロやって、でレスリングとかそういうのもできるからって言って、まあ元チャンピオン、シュートのチャンピオン山下志向さんとか中山拓実さん、今拓実選手ですね、拓実選手が来てくれて、そこで教えるようになって、そこからまた塩田剛造さんだったりとか、まあ最近でしたら大山さん、大山俊吾選手とか、そういった方が結構来てくれるようになって、そうですね、伊藤健一さん、はい、伊藤健一さんはもう毎週のように来てくれて、はい、あとあれですよね、今 UFC で活躍されてるね、はっちゃんも、日置初くんもね、はい、来てくれて、はっちゃんですよ、日置選手はっちゃん、森本さん知ってますか、日置選手はっちゃんはっちゃんですよ、なんて言える方じゃないですよね。その前に UFC 覚えてますよね。覚えてます KFC じゃないですね、KFC じゃないっていうことしか覚えてないじゃないですか。
あとね、その慶応の小比類巻。ああ、先週は。それはそれこそトレーナーの、教えたりしましたね。その知識を。あと K1 の堀開くとか、はい、すごいですよね。あとあれですよ、マムさんマムさんのプロレスラーなんかも、いや誰ですか？あんまり言えない選手一人と、あと、はい、誰気になる女子プロレスラーの選手ね、またもう一人、はい、某言えない、はい、言えない人ですか？言えない感じの、そこら辺も。そこがまだベールにつくね。さすがですね。すごい。ほら、とにかく強い選手はみんな三好さんのところに集まるっていう。じゃあ行かなきゃ。もしかしたら、あのライオネスアスカさんが。うるさいながら、古いっす。今やってます。古いっすか。で、これ、今後あのプロテストが来週、再来週。あ、から16日です。控えてるんですよ。ちょっと、あれじゃないですか、女子プロだからやっぱりレスリングの技術とか。いや、あのね、ほんとプロテストであるんですよ。スパーリングでガチンコを3人回すっていうのがあって。でも私ね、やっぱどう見ても体格的に劣るわけですよ。他の子みんな170センチとか70キロとか。なんですけど、この体が小さくてもレスリングのこうテクニックでどうにかできる技とかってないんですか？なるべくそういうのを僕は教えたくて、やっぱ力を使わないテクニックを、はい、僕は教えたくて、まあ、ぜひ今度遊びに。いやー、いいんですか？決まり喜んでますよ。間に合いますよ、プロレスまで。で、結構あまり時間ないですけどね。いや、今日本当に、マジな話、あの三好さんの事務生の方がツイッターで満腹さんなんかぜひ練習に来てくれっていう。え、マジですか？満腹さん大人気ですよ。いや喜んでるじゃないですか。嬉しそうじゃないですか。戦うとは思えないほどの可愛さが出てる。せっかくだから今日ね、この場で三好さんにね、レスリングをちょっと誰か教えてもらいましょう。多分、時間的に多分そんなできないと思うんですけど、ちょっとした理論的なことで話してれば。急ですが、すいません。じゃあ僕実験台にしてもらって、はい、勉強します。すごい自ら。ですね、まあ、立ち方なんですけども、前屈、まあ、手を引っ張って、これだと相手は耐えれるんですよね、はい、こうやって起きることはできるんですけども、はい、この起きるのを利用して今度こっちに引いてあげると、まあ、合気道的な感じですよね。こういったのを全身でやるっていうのを僕は教えてまして、はい、でそれをで相手の反応を利用してまた返すっていう。あ、はいはいはい。あ、じゃあ例えばこう相手がこうグーって来てると、はい、押し合ってる時に、はい、ここで急にパッて引いたりとか。惜しいです。そういう感じです。そういう感じです。惜しいよ。でも正解はない。いや、まあ、いきなりそのやっぱプロレスですよね。こうやって組むことはなかなかなかったんで、ちょっとドキドキしちゃいました。レスリングは反則ですから。反則はない。レスリングってこうやって反則なんですか？危ないじゃないですか、これ。あ、そうなんや。指折れちゃう。え、こういう感じです。こういう感じです。すいません。ちょっとドキドキしちゃいました。恋人つなぎです。恋人つなぎ。なんかね、そういうの。どれが正解なんですか？ちょっとじゃあ具体的なテクニックを。1つは、まあ、4つってこういうやつ、はい、4つですね、はい、ここでまずこれを引いてあげる、はい、引いてあげると力はこう行きたく、僕はこう行かせたいんですけども、はい、相手は行きたくないからこう行きます。彼はこういうふうにドンって行きます、はい、でそれを利用してあげる。ドンってやって、引いたら相手上がるんで、ここで腰をポンと押さえて、おっ、ちょっともう一回お願いします。ここで普通に反応してもらうと、はい、もう一回ね、ドーンって後ろに引っ張る感じで、この感じでスコーンといって、まあ、結構ね、あの柔道の選手とか総合でやってる。ちょっと一回かけてもらったらいいんじゃないですか？ちょっとお尻触ってるの。お願いします。ドキドキ。これ刺してる、はい、あ、ここ六角で、ここまでドンっていく。はいはい。これ私は行きたくないからこっちに反る。おお、これ使います。使っちゃう。絶対使う。私負けたくない。いや、でもこのありがとうございます。覚えね、ちゃんと。まあなかなかすぐには覚えないと思う。でもなんとなく、あ、こういうことやなっていうのが分かって、理論がね、ちょっと分かって、はいはいはい、面白いと思います。
もう一個ぐらいしかないかな。いいですか。でそれ今度逆ですよね、はい、今度逆にこういうコースとすると相手は腰引いてきますよね、はいはいはい、こういうすると今度こっちに、おーあーこっち、なるほど、押し止めながら引いてみますよね。ちょっと言っちゃいますか、はい、ここでグッと上げて、はい、相手は腰引いて落としていく、あと腰引いて、はい、あと後ろに腰引いて、はい、このここに乗ろうとしてみてください。そうするとこう、うわちゃー、うわちゃー、倒すとか。どうですか、すげえ。これだったらそこまで力がいらないから、あ、いらないんで、体格を負けてる選手でもいけますよね。そうですね。ちょっと、もしよかったら僕もまた実験台に。いや、やっとお願いじゃないですか。そこ、そこ満腹さんの実力ですか。はい、満腹頑張れ。まず、はい、組んで、こう行こうとするところを、ひょろを戻ろうとするのを戻ろうと、ダメだった、今日もダメだった。じゃあ、はい、終わり終わりで、ちょっと待ってくださいよ、私、いや、違う、本気出したら強いんですよ。いや、でも本当にニュースありがとうございます。満腹さんとね、あの組み合ってる三好さんの表情が面白かったです。面白かった、面白かった。どんな感じでしたか、こっちは見えなかったですか。いや、もうなんかちょっと照れを一瞬すごい照れますよ、優しい。あの、すごいコメントいただいてますよ。彼氏をベッドに押し倒すときに使います。平田さんで彼氏を使ってください。使ってください。そういう機会があったら、はい、それで、ね、強引に、はい、もともと今三好さんおっしゃったみたいに、はい、その力を使わないレスリングを標榜されてるじゃないですか、はいはい、それをきっかけみたいなのって何かあるんですか。きっかけはやっぱ、自分とかもそうなんですけども、攻めて攻めてせっかくテイクダウンしてバテちゃって結局あのスタンドになって、うん、そっからまた始めとかなったらもう次のいい技とか、ね、うん、決めとかあの倒しに行けないんで、もうレスリングっていうのは結局 KO ってほとんどできないんですよね。やっぱバスターとかそういうのじゃない限り、だからなるべく省エネで倒して次の決めとかラウンドとかそういう方にスタミナを残していてもらった方がいいと思ったんで、まあそこでテクニックがあれば、なるほど、ね、いいなと。あ、レスリングは打撃とかあくまで打撃とか寝技に つなげるためのつなげ技だとが主になると思うんですよ。レスリングの練習って、はい、多分ね、あのナナちゃんちんとかミキティさんも分かると思うんですけど、めちゃくちゃ辛いんですよ、レスリングの練習って。そうなんで、特になんですか、やっぱりレスリングの練習は、はい、もう特に辛いですね。地味に辛いんですよ。地味見た目地味やのに、ほんでずっと力入れてるから、終わった後とかめっちゃ手震えたりしません？もうパンパンですよ。ナナちゃんもあのレスリングの練習もしたりとかするんですか？そうですね、最初レスリングやってたんですけど、やっぱりそうですね、あんまり合わなかったそれぞれあるんでしょう。で、あの道着をいただいて、あの充実だったらできるんじゃないって言われてから充実始めて、そして寝技が好きになった。レスリングも本当つらいですね。そうなんです、そんつらいね、レスリング辛い代名詞みたいなレスリングはやっぱり力を使わないっていうか、すごい興味深いですね。やっぱそのさっき満腹さん言ったように体格がどうしても私も143センチだったので、いなかったんですね、当時その相手がね、それでちょっとやっぱ面白くないってなっちゃうから。はい、それでね、さっきあの三好さん、なんか三好さんのジムの方でなんか面白ネタがあるってさっきちょっと聞いたんですけど、あの昔の道場、今の道場じゃなくて昔の道場は道場と道路じゃないや、廊下を挟んで更衣室だったんですけども、はい、そこに、まあ、あのうちの生徒が更衣室の方に入っていったら、はい、真っ暗闇に人がいたんですよね。人がいて、それでまあ何してんのみたいな感じで言ったら、はいはい、ダッシュで逃げてったと。あ、何？やば、本当に。で、そう、で、それで僕が追いかけて、まあ、結局捕まえたんですけど。すごい、どうやって捕まえたんですか？言いません。あれ？どうやって捕まえたんですか？どういう感じ？決め技は
まあ、首相撲にしときましょう。マジか。いや、首相撲で。膝ですか。あ、いやいや。首相撲。いや、また今度こういうの。また実演する。え、それ外まで行っ、外まで追っかけて。僕、裸足だったから良かったんでしょうね。足音が聞こえなくて。ああ。で、500メートル先で捕まえて。あ、そんな走ったんだ。相手はもうなんか、ね、着てるものを作業服だったんですけど、カーブ曲がったら脱いで、佐川急便のに着替えてたんですよ。もう持ってたんですよ。意味わかんない。じゃあ、もう計画的犯行？計画的だったんでしょうね。え、どういうこと、どういうこと？佐川の佐川急便？違うんですよ。え、もうそれも全部フリーな。して、普通に歩いてたら、あの人じゃないなと思うから。わかんないようですよね。そうそう、わかんない。そう。それはじゃあ、誰かに借りてきてたんですか？まあ、それもなんか、ネットで買ったっていう。怖さない。すごい。で、結局なんかいろいろと盗んでたんですか？何取られたんですか？それが、はい、で、まあ、結局警察の方に行って、はい、まあ、取り調べとかやったんですけども、その時に刑事の方がいらっしゃって、はい、何してたかって、何してたんですかって聞いたら、はい、うちの男の選手のパンツをこうやって見てたっていう。男の人ですよね。それは男です。犯人の方はね、まあ、男の方で。まあまあまあ、いろんなね、まあ、まあ、ね、まあ、ね、嘘でしょ。本当いろんな、まあ、それで前科とかついたらちょっと笑えない。捕まった時もちょっと嬉しかったのかなみたいな。あ、そう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 、あるあるある、締めてくれることの快感みたいな。その蹴られた時もね。いや、蹴ってない、蹴ってない、蹴ってない、蹴ってません、蹴ってません。オープンフィンガーグローブを取りに一時帰宅しなかったのですか？いやいやいや、逃げられる方が怖かったんでね。そうですよね。とにかく捕まえたい一心で。とんでもないところに泥棒に入ってしまいましたね。佐川の制服は半ズボンでしたか？半ズボンではなかったです。その時はちょっと冬だったんで。なるほど。いや、でも冬、真冬ですか？いつぐらい？11月でしたね。だから今ぐらいですよ、去年ぐらい。いや、一昨年になりますね。裸足で行っちゃうんだからすごいですよね。裸足で行きましたね。じゃあ、おいくつぐらいの方だったんですかね。あ、まあ、30後半だったんですけど、大変でしたね。なんでそんなところに泥棒に入っちゃったんですかね。もっとね。いや、だからなんか、なんか見てたんですかね。いや、だからその発展場っていう、まあ、近くにあって、そこの通り道にいいところあるんじゃないって気づいちゃって、酒の勢いもあったそうですね。あ、飲まれてたんだ。飲まれてて。なるほど。しかも格闘技の方とか、こうちょっと筋肉質だから、まあ、ね、そういう方から疲れやすいじゃないですか。ガラス張りだった、ね、ガラス張りだったんで見えるんですよ、外から。ああ、狙われやすい。じゃあ狙われやすい。いやらしい目で見てたんですかね。まあ、結構よく見てたってね。ずっと前から見てたんです。それが酒の勢いがね。代表がいればアルソックいらずですねって。あ、本当ですね。そうですね。最強なるそうですね。よく来たなと思いますよ、あの人。勇気ありますね。勇気ありますね。まあ、そう、そんな方にもおすすめですね、ジムはね。あ、確かに。ジムは、無料見学的なね。やだ、下心満載で。金取りますよ。そうですよね。いやいやいや、でもそうですね、レッスンも楽しくなっちゃいますね。もっともっと絞って。なんか私ちょっと三好さんのなんかそのプロフィールを拝見してたら、なんかグルメ評論家って書いてあったんですけど、なんですかグルメ評論家って。いや、ただうまいものを食って、ただブログでアップするだけですけど、ね。あ、でも栄養士の資格を持ってるんで、はい、いいのの、だからなんで、やっぱ月1回ぐらいはなんかいいものを食べようという。いいですね、いい心がけですよね。なんか美味しいものをやっぱ知っときたいんだ。何ですか、おすすめは。おすすめ、何ですかって。最近食べた美味しいものですか。私でもこう手が届くようなリーズナブルだけど美味しいみたいなのあります。あ、西新宿にあるんですけど、はい、それも一応僕がね、行く、会いたくないんで誰にも。はい、あ、隠れた。あ、隠れた。どっか、ミシリアスだよ。ミシリアスですね。だって三好さんのプロフィールとか見てると、人前で喋るのが苦手ってはっきり書いてます。そんな三好さんが ね生で見れるのはもうこの番組だけですから。ほんまレアですね。こんなに赤裸々に三好さんの全てを語っていただいて、あとなんもないですから。ありがたい。グルメ評論家って言ったら
かこう彦摩呂さんみたいな感じの宝箱やみたいな。そんなことうまいですか。逆に何かお好きな食べ物とかあるんですか。僕はやっぱ和食が好きで。素敵じゃないですか、和食なんですね。ちなみにご出身が鳥取なんで、やっぱ魚介類がやっぱ。なるほどね。ラクダがいる鳥取ですよね。ラクダいます。いますよ。ラクダいるんですか。乗った私鳥取砂丘で。あ、そうなんですか。乗った。乗りました。めっちゃでかい。5頭ぐらいいますね。5頭しかいないんですか。まあまあそうですね。5頭。あれ野生じゃない。野生じゃないから。いや5頭いれば十分じゃないですか。何頭いると思ってたんですか。めっちゃ100頭ぐらいめっちゃいる。牧場みたいな感じでね。ないですけど。日本なんで。そうですよね。サボテンも生えてませんから。そうか。ケーワウェブシーンさんからいただきます。栄養士までオケラのように万能ですね。いやいや、ありがとうございます。万能ではないですけどね、そんなに。まあまあ、好きでやってることなんですけど。栄養士って、私も一回取ろうと思ったんですけど、なんか簡単に取れないですよ。なんか資格がないと栄養士に。2年の学校まで。そうですね、学校行ってないね。学校行かないとダメなんですよね。はい。まあ、結構難しいんですよ、やっぱり勉強自体は。そうですよね。そうですよね。別でも今それで活動は そんなにしてないんで。でもあれですよね、やっぱりあの選手の体調管理とか減量とかにすごく役に立つんじゃないですか。うんうん、そうですね。アドバイスとか減量とかにはアドバイスはできますけども。そう、ちなみにあの減量っていろんな方法があるんますけど、巷では三好さんが一番理想的だと思う減量方法とかって、やっぱ僕よりやっぱボディービルダーの方がやっぱ一番理想だと思うんですよ。理想とか多分一番科学的に勉強されてるんで、栄養士よりは本当、まあ僕は勉強するいい話なんですけども、やっぱボディービルダーは体現もされるじゃないですか、自分でも、はい、自身でもされてるんで、やっぱすごいとは思います。そうですね。はい、だからあのボディービル系のあの雑誌とか見ると、はい、もう栄養関係の知識半端なく書いてますから、難しいですよ、本当に、はい、本当に新しい情報がいっぱい書いてあって、習ったことないですもん。はい、本当ですか。何と何の組み合わせとかそういうのも、そういうのももちろんね、あのまあビルダーの方は詳しいと思います。へー、本当申し訳ない。申し訳ない。そんな申し訳ない。ご自身で調理というか料理。料理も好きです。なんだ。ちょくちょくやってましたけども。本当ですか。和食も。まあ一応和洋中は全部。すごい。万能すぎます。三好さんってご結婚されて。してないです。してないんです。もったいない。真っ白です。もったいない。絶賛。募集中。ちなみにどういった女性の方がタイプの皆さん、今日3人いる、そういうのでやだよ、それ選ばれないと呼ばれなくなるから悲しくて。いや、絶対そういうのははっきり言った。森本さん自信があるからね。そうだよ、すごい自信があるんでね。じゃあ次行きましょうか。逃げました。ごゆっくり。私たちのような女性はぜひ選んでください。どういうことですか。そうなんですね。それでは努力の力ということでですね、日々あの練習メニューなどなんですけども、あのジムの方には毎日、はい、ほぼ毎日いますね。そうなんですね。休館日っていうのはあるんですか。休館日は最終月曜日と、あと祝祭日なんですけども、はい、やっぱ試合前、選手が試合前だとやっぱそれも開けちゃったりするんで、うん、結構休みが少ない道場かと思います。そうなんで、少ないですよね。はい、定期的にこの曜日とこの曜日とっていうのは、ね、だから木曜日とか、ね、あ、まあ木曜日じゃない、あの6月になると、うん、ね、1日しかないんですよね。やっぱ祝祭日がないんで、はい、最終月曜日だけなるんで。休みが少ないとね、生徒さんもね、嬉しいですよね。いや、そう思いますよ。はい、はい、だから嬉しいみたいですね。そのなんか、もうファンじゃないですよね。ジントですよね、完全に。やっぱ今日もね、本日も男性のね、お客さんがたくさん来てくださってるんですけど、男性のお客さんがやっぱ多いですよね、圧倒的に。もちろん男性の方が多いですけども、多分比率的には結構女性が多い道場かと思います。そうなんですね。すごい写真ブログで拝見させてもらった、すごいジムも綺麗な。あ、それはね、先生見てます。綺麗ですよね。女性多いですね。やっぱダイエット目的で。ダイエットもそうですし、やっぱ強くなりたいという方もやっぱいますし。そうなんだ。健康維持の方もいらっしゃいますし。
か、でも満腹チャレンジ持ってこい。そうですよ、はい、もうこれからプロテストもあって、皆さん今全然話聞いてなかった。ひどい、チャットチャットの方の文章を読んでてそう、なんかね、チャットが一時ねオフラインになっちゃったんですよ。で復活したから、あ復活したわと思って聞いてたら急に話振られたって。え、なん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 、僕も気づいてたけど、もう必死にあのね、わかんないようにしてたんだよ。まだもうガン見してましたからね、オフラインになってるってなんかあんなすちゃった。次は管理栄養士に行って、鳥取砂丘の鳥取砂丘の水たまりにオタマジャクシが発生した事件についてって何ですか。何それ。あ、あとみたいですね、最近ですか。それよりなんか、ね、死体が 3体ぐらい出てきたって。え、鳥取砂丘、なんか昔の話、だいぶ昔の、ね、骨が出てきたっていう話、人間の、人間の、はい、まあ、埋葬されてたっていう話ですけどもね、まあ、事件性はないみたいですけど、オタマジャクシもいますね。オタマジャクシ、なんでそんなオタマジャクシにすごい反応してんのかなと思って、眉間にシワ寄せてるけど、オタマジャクシの発生をちょっと想像しちゃったんですよ。じゃあすごいこんなになってるのかなと思って。あ、なるほど、砂の中で。そうなんですね、田舎なんだよな。でも鳥取に帰られたりもたまに。あ、もちろん、はい、やっぱね、飯うまいんで。あ、そうか、はい、魚介類ね、はい、温泉もいいところですし。あ、温泉もあるんですね。なし、なしも、なし、これからですとカニ。あ、松葉ガニですね。僕せっかくなんで、その三好さん の、 あの今後のご自身のジムとか、はい、あと将来格闘技界にこうなってほしいなって、そういう夢をちょっとお聞きしたいですね。あ、まあ、うちの道場はやっぱもう、ね、あのいつまでも楽しくね、生徒さんと仲良くずっとね、あのそのままで楽しいままでやっていきたいなと思いますし、まあ、格闘技界についてはやっぱもう一度ね、やっぱ格闘技バブルじゃないですけども、やっぱ格闘技を認知してもらって、やっぱすごい選手は本当頑張って、ね、あの周りの指導者たちも頑張って、あの一生懸命頑張ってるんで、そういったのをまた認めてもらって、また一つのイベントとしてね、あの大きい大会が、ね、テレビでも見れたらなっていうふうに思ってます ね、 うん、やっぱお茶の間で見れるようになりたいですよね、やっぱりね、なかなか今、ね、見る機会がないですからね。そうだって、もう何年か前まではこの時期からね、年末が楽しみ。そうですよね、そうですね、結構してましたよね、はい、森本さん、はい、その時見てました、ちゃんと。すっごい、ごめんなさい、浮気してちょっとチャンネル回しては見てみたいなことはしてましたけど、 で、 ね、でも本当にあの年末のダイナマイトとか超楽しみでしたよ。知ってますね、知ってますね、素晴らしい。そんなんで違う人が褒められる。嬉しい、ありがとうございます。そうですよ、そうなんですよ。いやいや、で三好さんのジムって、はい、あの僕もちょっとあの仕事柄っていうのは自分の本職の方でいろいろそういう、まあ、ジムじゃないんですけど、はい、あの拠点ビジネスやってるんで、うん、結構そういうあの利益を出す大変さを知ってるんですけど、はい、1店舗でずっと長くやることってすごく大変だと思うんですよ、はい、それを三好さんこう、ね、移転するぐらいまでやっぱり成功してらっしゃると、なんか経営する上でなんか秘訣というか気をつけてらっしゃることってあるのかなっていう。まあ、いつも気をつけてるのはやっぱあの名前をまず忘れないってこと、ちゃんと名前で呼んであげるっていうのと、まあ、あだ名とかねつけることもありますけども、そういったのでやっぱあのまず本名分かんないこともありますけども、あの身近にまずいたいっていうのがあって、はい、生徒さんと必ず来たら必ずこっちから喋りかけて、まあ身の上の話だったりとかそういうのもしますし、あとはほったらかしにしない、サンドバッグじゃ叩いておいてとか打ち込み勝手にやっておいてじゃなくて、やっぱそこら辺もちゃんとまんべんなく、はい、見えるようにして一人一人に、はい、そういうのは心がけてはいますね。そうなんですね。え、生徒さんに対して教えることっていうのは三好さんだけ？あ、もちろんあの、ね、いろいろあの、はい、手伝っていただいていますね。じゃあ三好さん本人にも見てもらうことができるんですもんね。あ、もちろんもちろん、はい、いいですよね。僕よりすごい、ね、選手が教えてくれたりしてますんで、はい、へぇー、カバー競争とか。あ、すいません、はい、お話中チャットで、質問いただいてます。ディープでの菊野選手の試合が判定見直しされ、はい、菊野選手の勝利になりました、はい、この件について何かあれば。それ僕も、ね、ツイッターであの拝見しましたけど、はい、ね、やっぱなんか悲しいかなっていう、なんか何ですかね、せっかくいい試合されて、そうやってもう絶対勝ったっていうふうに思ってて、それが
ドローンにされちゃったりとかっていう話を聞いてるんで、なんかまあ結果は良かったんですけども、そういうふうに、ね、レフリージャッジとかもね、なんか徹底されるといいかなというふうには思いますかね。そうですよね。こういうにちょっと溝がついちゃうと、戦ってた選手にちょっと悪い、ね、影響っていうか、と思いますね。遺恨が残っちゃいますからね、本人に罪はないので。実際やっぱレフリーのミスというか判定ミスっていうのは結構あったりするんですか？それは分かんないですけど、僕見てないんで分かんないですけども、あの周りの、ね、あの反応だったりとか選手から聞いてると、統一感がないとか、なんかそういうのは聞いたりしますけども、本当ごめんなさい、なんか僕見てないってことは言えなくて、年末に格闘技見れないのは寂しいね。そうですね。あとサップ対アケボノとかどう思いますか？懐かしいですね。いやでも僕はありだと思います。エンターテイメント性も高いですよね。はい、やっぱりそこで、有名な人が出るってことで、例えば、ね、僕はあんまり芸能人知らないですけど、キムタクが出るとかいうだけで注目度が格闘技に行かれると、キャッピオセパンダってなんか言い方悪いですけども、それだけで、そうですよね、注目度が上がって、それで格闘技ってこんなに素晴らしいんだっていうのが分かってくれれば、僕はそれはそれでありだとは思っています。手段としてみたいな感じですよ ね, ねそんな試合もね最近ないですからね。ないですね。ぜひもう一回見たいですね。そうですよね、はい、そうなんですが、続いて夢見る力ということで、先ほどもね、いろんなね今後のお話なんかも聞いたんですけども、はい、なんか今後これは目標にこれをしたいとかっていうのはありますか？なんかね、ジムなんか開きたいとか、そういった夢だったりっていうのはあったりするんでしょうか？やっぱさっきも申しましたように、はい、ずっと今の感じを続けていきたいなっていうのは、もう10年後維持というか、はい、維持ね、もちろんね、生徒さんもどんどん増えてもらいたいですけども、その道場をずっと続けていきたいなっていうのはありますね。もちろんね、プロの選手作って世界チャンピオンとかもありますけども、やっぱ、はい、今ある道場をとにかく長く、少しでも長くみんなと一緒にいたいっていうのが、いやなんかあれですねこういいこと言うねってのすごい来てますよ。いやでもなんかこうお話伺ってると、はい、まあ、確かにちょっとシャイなんだろうなと思うんですけど、すごいやっぱ愛情とか実直さをすごい感じますよね。そのジムの会員さんに対してもそうですけど、格闘技に対する愛情をすごい感じますよね。わかる、そういった愛情も感じますし、はい、あとこう息継ぎじゃないというか、この無理をしないっていうような、本当にもうそのまんまマイペースにっていうのがすごく感じられて、そうですね、等身大の自分というか、そう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 、そんなんでもないですけど、いや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 私って本当に気張っちゃって、私なら何でもできますみたいなタイプなんですよ。いや、いいじゃないですか。いやいやいや、そうするともう肩が来ちゃうので、だったらこっち見習いたいなと思って。逆に見習いたいです、僕は。いやいやいや、もうじゃあね、森本さんも今日のね、この番組の中でも全然知らない単語ができたらもう遠慮なくもう知らないと、すいません、わかりませんと。まさにそういうことですよね。なんすか UFC って。見てないよね。清木選手って誰ですかみたいな。言っちゃっていいですか？もう言っちゃっていいですよ。なるほどね、すいません、それだと失礼を与えてしまったと思うんですけども、大丈夫です、このスタイルで行かせていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。よろしくどんな締めだよみたいな。で、最近のナチュラシーズとかの試合とかどうですか？あ、日曜日に11日に、はい、充実の試合に。お、充実です。今度じゃ、今度じゃないですか。日曜日じゃん。どちらでですか？それ普段がジュエルスっていう代々木格闘技スタジオで使わせていただいてるそのスタジオ、ミューズっていう音楽とかの専門学校、ダンスとか、はいはいはい、うん、そこでラスコンチャスっていうオープントーナメントみたいな。で今週の日曜日ですね。何時ですか？何試合開始？あのね、時間ね、充実って本当分かんないですね。自分が何時とか試合は、はい、ただ集合は10時で、はい、計量みたいなのがあって、しかもその、はい、道着を着て、うん、体重を測るんで。あ、そうなんだ。その分マイナスしてくれないんですか？例えば今度48キロ級、はい、ガロー、はい、ガロー級 で、はい、で今46ぐらいなんですけど、はい、じゃあ道着着ちゃったらどうなるのって話になっちゃうんで、ちょっと気をつけてるんですけど。引いてよ、引いてよ。道着も引いてくるね。ダメなんだって。聞いたんですよ、本当に。道着絶対着なきゃダメで、じゃあ上だけとかしてたけど、どうせ体重私の方がないからって言ったんだけど、ダメ、ちゃんと着てもらうからって言われて、ちょっとドキドキしちゃって。そうですね、当日ドキドキですよね。うん、まあでもね、はいはい、それって48.1とかダメなんですか？ダメ、
だ、ダメですよ。え、じゃあ嫌いな子の道着に鉛とか縫い付けといたらいいね。いいねとかね。鉛鉛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 鉛めっちゃ鎖骨めがけて入れてくる子がいて、もう鎖骨ってめっちゃ折れやすいらしいんですよ。私なんかもうパンって足ついただけで足首折れたぐらいか弱いのに、もうやめてと思って。か弱いとか大丈夫？そう、本当にそうなんですよね。ほんまに鎖骨やめてと思うんですけど、まあ、こうヒートアップしちゃうともう、バーってやられまくって、ひどい世界ですね。日々怖い言いながら生活してますけど。え、そのこと実際仲悪いんですか？仲許されてるんじゃないですか？違う、仲いい。嫌いなんですよ。違う、仲いい。めっちゃ仲いいもん。めっちゃ仲いい。え、仲いいと思ってるのは私だけなのかな。そうですよ、絶対そう。そう、これ大丈夫、今日番組でこんなこと喋っちゃって大丈夫ですか？仲いい、ほんまに。じゃあほんまに仲いいんです。仲いいけど、未熟な者同士がやってるから、こう、ヒートアップするとつい変なとことか入れちゃうんですよ。入れちゃってね。そうそう、実際その子のこと好きなんですか？大好き、大好き、超大好きですよ。本当ですか？ほんまに、ほんまに。なんか来てますよ。なんて来てます？ななじゅんちもみきてぃも頑張ってください。 ありがとうございます。ね、そうね、もう間近に控えてるんでね、はい、頑張ってください。そして本日のゲスト、ひでみよしさんのですね、ひでずキックのジムはですね、はい、インターネットでひでずキックって調べたら、はい、ね、出てきますからね、はい、そちらの方にもいろいろと詳細も書いてあります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということであっという間の1時間だったんですが、いかがでしたでしょうか？早いですね。本当ですか？よかった。結構喋ってましたよね。喋るの苦手っておっしゃりながらね、一生懸命喋りました。そんな、そうでも簡単にね、もうすごいもうお手の物みたいな。いやもう大丈夫で、そのもうこれから多分メディアにガンガン出ますよ。マジで出ますね。これそのうち鶴瓶さんと出ちゃった。ありがたいですね。鶴瓶さんのこれなんて。俺が教えた。よしさん、上手。上手でしたよ、代表。ああ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ほんとすごい変な汗かいてます。でもね、あのジムの方でもね、生徒さんと一人一人のね、向き合っていろいろ喋ってことをずっとやってみたいですね。ね、楽しそうなジムなのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？来週もまたこちらの三軒茶屋のファイティング居酒屋北東北から公開生放送でお送りいたします。ぜひ皆さん遊びに来てください。毎週月曜日の夜10時からの1時間、格闘技の力、三軒茶屋からお送りいたしました。本日のゲストはひでみよしさんでした。ありがとうございます。